こんにちは、若菜です。今日は暗明かりにふんわり浮かぶ息コーデ。暗い場所にも映える着物といったらやっぱり白でしょう。戦前に作られたアンティーク、袖が今より長いのが特徴です。この着物の柄はまっすぐに伸びた松と農村を描いてる。袖から胸まで柄がつながっている着物を訪問着と呼びます。せっかくだから農村に合う風景を取り入れよう。からし色のような帯に稲穂を表現した刺繍は暗明かりの中できっとほのかに輝く。さて、帯揚げを探そう。あ、かわいい。帯にいる鳥の頭も赤いし、着物にも赤が入ってるからこれがいい。帯締めはこれって決めてるんだ。色味が合ってるでしょ。ひょうたんは縁起物。6つ揃ったひょうたんは無病息災の意味が込められてます。ん？この帯締めピンクが入ってる。帯締めと合わせるならこっちの色の方がいいかな。いや、パンチ効かせたいからやっぱり赤だね。うん、これで決まり。これは日本舞踊。昔はきっと暗明かりの中で舞っていたのではないでしょうか。もちろん明るい場所でも白い着物は爽やかで美しい。白い着物って難易度が高いかも。まずはお手頃なリサイクルショップから試してみてね。私の着物も実はリサイクル。明日何着る？ご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。